サッカー J1 清水エスパルスが静岡市内の神社で必勝を祈願しました。静岡市清水区の魚町稲荷神社で行われた必勝祈願。山室真也社長や平岡弘明監督、権田修一キャプテンら選手関係者が玉串を捧げて活躍を誓いました。例年は多くのサポーターが見守る中行われますが、今年は新型コロナの感染状況を踏まえ見学が禁止されました。エスパルスって、昔は強かったよねじゃなくて、これからもっともっとあの時よりも強くなるんだっていう決意を持って僕らやっていきたいと思うので、今シーズンもよろしくお願いします。エスパルスの開幕戦は19日です。